はい。皆さん、こんにちは。ワネルフルビジです。では、今回は、三国志14をやっていきたいと思います。で、三国志14、実はですね、銀英、銀河遊伝説のコラボが始まってまして、具体的な内容としては、ラインハルドとキルヒャイス、さらに、ヤンとユリアンが武将として登場するというコラボ内容になっています。今後ね、さらにこのコラボ内容は拡充されるようなんですが、まあ、第1弾ということで、今お話した4人の提督。武将ですね。三国志の中では。が登場するようになっています。じゃあ早速ですね、それらの武将の、シナリオへの登録をやるところから始めていきたいと思います。新規開始。で、今回選択するシナリオなんですけども、関東の戦い。これをね、やっていこうと思っています。で、新武将なんですが、登場させるものは、今お話した4名の提督。ラインハルト。キルヒアイス、ヤンにユリアンという4名ですね。いずれもオリジナルの銀英の方が好きなので、オリジナルのキャラクターの描写の方を使っていきたいと思います。で、能力もちょっとこの画面で見ていただければなと思うんですけども、ラインハルトの統率が99。さすがですよね。で、ヤンの方は知力が100。これもすごい。で、ラインハルト、キルヒアイス、ヤン、ユリアンの中だと、ユリアンがやっぱり一つ、下がるかなとは思うんですけども、逆に全部の能力が、非常に高い。ヤンに関して言うと、武力は11とかなんで、まあね、このあたりがユリアンは75っていう形になってますね。で、ラインハルトも武力は75なので、まあ、ユリアンと同等というところなのかなと思います。で、陣形もご覧のようにね、さすがにヤンとラインハルトは初期設定から使えるものが多いですね。そして、ヤンの魔術師、さらにユリアのヤン語録、これが先方に入っています。でね、ここ、個性のところなんですけども、もうね、すごい。ラインハルトの上昇、さらに腐敗のヤン。さすがですよね。これ見るだけで、ちょっと本当に、銀英を読み漁って、OVA を見まくった、あの頃を思い出しますね。ちゃんと受験勉強しておけばよかったな、というのもあるんですが。では、これで、4名を、登録。続いて、配置していきます。で、今回はですね、関東の戦いなんですけども、僕は劉備をプレイして、曹操の方に、ラインハルトとキルヒアイス。で、僕がプレイする劉備の方にヤンとユリアンを登場させようというふうに思っています。で、こちらの劉備ですね。まあ、初期設定としては金が9900。ちょっとね、お金が序盤かなり苦しいかなと。で、兵士が2番ですね。難易度は三つ星になっています。で、ゲーム自体の難易度は上級です。超級が出てくる、来たら超級でやりたいんですけどね。まあ、今、現時点では、上級が一番難しい難易度になってますので、上級でやっていきます。では、シナリオの方を見ていきます。平乱を機に割拠した軍友は、争いを繰り返しながら、次第に淘汰されていった。河北では、袁紹が長年争い続けた公孫さんを倒し、軍友の中でも最大の戦力を有するに至った。中原では曹操が検定を要して台頭し、激戦の末に呂布、袁術らを破って勢力を拡大した。こうして二大勢力となった袁紹と曹操は黄河を挟んで南北に対峙する。この決戦の勝者こそが時代の覇者になることは誰の目にも明らかだった。一方その頃、江東では小覇王孫策が戦の準備を進めていた。天下の耳目が袁紹と曹操に集まる中、虎視眈々と中原進出の隙を伺っていたのだ。時に漢の建安5年、天下分け目の戦いが始まる。
というわけで、シナリオの方で見ていただきました。早速、プレイの方始めていきたいんですけども、今、シナリオの方でも紹介されていたように、炎章と曹操がこの後、すぐに戦争を始めます。なので、まず曹操に対しては放置。で、炎章に対しては、劉備は同盟を持っているので、これも放置。一方ですね、ちょっと厄介なのが、孫策なんですよね。なので、対孫策に向けて、要塞を、イゼルロン要塞を築いていきましょう。というところからね、始めていきたいと思います。では早速指示を出していきまーす。まあ、外交の方ね、今お話した通り、炎章と同盟を持っているので、孫策に備えたいところなんですけども、できれば孫策に対しては、何を持っても、戦いをするよりかは、同盟を結びたい。そういう思いがあるので、まずは名品を献上しておきましょう。金とね、兵糧はすごく大事なので、ちょっとね、名品は後で回収するとして、名品を出します。なんで、今お話した通りの内容で、まず、炎章とは同盟を生かして、放置プレイ。曹操は炎章と戦争を始めるので放置プレイ。孫策に対しては、要塞を築きつつ、できれば同盟を結ぶというね、流れでプレイの方はしていきたいと思います。では、まずは、勝敗の方から、内政の指示を出しておきましょう。歩兵担当は、そうだなぁ、まあ、劉備に任せよう。訓練担当は、張飛、頼んだぞと。いうところですね。で、可否の方も同じく、内政ですね。都市内政やっていきます。おっと、ヤンが出ていない。ちょっと待ってね。これはラインハルトも出ていない。ちょっとここまで戻ってきます。はい。では戻ってきました。内政から始めていきましょう。地域内政の方は、今はね、とにかく、金が欲しいので、金をやっていきます。勝敗にはヤン。頼むぞ。ヤン。で、可否の方でも同じくですね、内政を先にやります。お金が欲しい。本当にね、コロナショックで、株資産が、3分の2に減るというね、第三次を受けているので、せめてゲーム上ではね、金に困らない生活を送りたいですね。で、命令書を使い切りましたので、一旦進行します。早速、各国、領土の拡大を目論んでるな。まあ、できればね、その要塞を築くのは早ければ早いほどもちろんいいんですけど、結局のところ、金がないとどうしようもないからね。では、今回は、早速、要塞を築いていきましょう。まあ、要塞を築くにあたっては、対孫策に備えていきたいので、そうだなぁ。どこに防衛ラインを引くかですが、そうだよね。本当はね、トゥールハンマーの代わりにこの投石台を設置したいんですけど、投石台のね、設置条件が支援施設開放のレベル10を取らなきゃいけないので、それまでの間は土塁と弓矢倉でしのぎましょう。いや、先に矢倉だな、普通に考えて。蹴散らしてくるぜ。矢倉を作ってこい。ヤンも出撃だ。しっかり矢倉を作ってこい。そういうことになりますね。で、残りは、一旦出陣させて、まあ、ユリアンとかに出陣させて、占領を進めましょう。
占領すればするほど金の入りが良くなるのは当然ですからね。ただ兵糧が少ないので1000だけ出撃させます。天下に義を示さ。あとは提案だ。いいのがあれば金の挑発はやろう。すぐにでも欲しい。やったぞ。であとは探索させます。金を道端から拾ってこい。まあそういうことですね。では時間を進めましょう。孫策に備えてなんとか、まずは同盟、ダメなら要塞で迎え撃つ。周瑜と孫策もね、まあ、顔的にはそっちの気はないですけど、周瑜の方が好きかな。確認を。さあ外交です。親善です。お、孫策と親密になってる。であれば同盟だ。同盟さえ結べればこっちのもの。トゥールハンマーをお見舞いしてやろう。もしこの同盟を結ばないのであればですけどね。いや早速来てるもんな。そうは言っても孫権、できれば袁紹と曹操の戦いはもちろん袁紹が勝ってくれたが嬉しいですよね、我々としては。では北の方に向かって金が欲しいのでさらに出陣させる。できれば足の速い人がいいからね。陣形で魚鱗の陣持ってる。そういう人材を使って一気に占領を進めます。で残りは美味しいのがなければ、いや金は使えない、金は使いたくない。たやすいことです。なので金をまた拾ってきてもらいましょう。では参ります。頼んだぞというところですね。あれヤン出撃させてるよね。させてるね。ユリアンはどこ行った。あ、いるね。ジュシュンが早速孫策の手に落ちたな。でイベントですね。これで曹操の牽制を恐れた検定は道昌に曹操中殺の立直を託すという話が出てますね。じゃあこれ見ていきましょう。まだ見たことないイベントですね。
おっと、ちょっと予定外だな。外交をちょっと見直しましょう。袁紹との同盟11ヶ月でしょ。孫策との同盟も相なると見て間違いないので、勝敗を守る方向に変えた方が良さそうだな。いや、つっつきたくもなるわ、こんな状況。どうしようかな。燕と張飛を勝敗の守りの方に向かわせましょう。ここね、途中でキャンソーができるんで、ちょっとキャンソーさせて場所を変えます。勝敗の方に向かわせよう。せっかく気づいた要塞ではあるが。燕も同様に移動だ。で、他は予定通り進めましょう。探索。できればね、金を使わずに武将を雇いたいので。出立いたします。まずは孫策との同盟ですね。これがならないと厳しい。よし、さすがに親密にしただけのことはある。これで南北は固めたので、西の曹操に備えましょう。やったぞ、任務成功だ。確認を。では勝敗をね、イゼルロン要塞化する動き進めていきたいと思います。ではイベントです。超運再開、これも見ていきます。これは浪人風には見えないよね。どう見ても武将ですよね。これで長武が変わりましたね。では要塞化続けていきます。そしたらここで曹操が建設中のイゼルロン要塞にやってきたので、もうね、ちょっとこれをまだトゥールハンマーがないんですけど、対空防御の弓矢倉で撃退していきましょう。本当はね、あのトゥールハンマーの代わりに投石台を使っていきたいんですけど、投石台がお話した通りまだまだ先なので、
ここはね、対空防御入れていきます。まずは、もう邪魔くさい曹操、やってきた曹操で潰します。承知した。いかがされた。ここでむしろ曹操ね、イゼルロン要塞に引き込んで撃滅するというのも手ですからね。では一旦、武将ユリアンとカーンを戻しましょう。城にね。いや、ユリアンに関しては要塞の建設にちょっと入ってもらおうかな。そうしましょう。ここに落とし穴か火花、火だな、混乱させてそこで一気に敵を潰す。ただ今のこの経路を見ると牧羊から攻めてくるパターンが多そうだから、ちょっとそこにもね、戦いが終わったら建設していきましょう。まずはそうそう、打ち取れるのであれば打ち取る。よし、曹操は撃破した。では、この後ね、またイゼルロン要塞建設を進めていきます。はい、ではイゼルロン要塞作ってますが、孫策が死亡するようなのでこのイベント見ていきます。
はい、孫策が死んで孫権に君主が変わりましたね。我々はイゼルロン要塞の建設に再び取り掛かりましょうと思ってたらもう一個イベントが続くな。両毛もね、万能型の武将ですからね。さて、我々はイゼルロン要塞を作っていく。イゼルロン要塞の建設を続けていきます。ではね、イゼルロン要塞の建設を進めてるんですけども、金がなくてですね、ちょっと厳しい状況ですが、曹操と袁紹が争ってくれてるので、我々はね、着々とイゼルロン要塞を建設している、その作業をね、進めていければいいかなと思います。で、イゼルロン要塞の建設状況なんですけども、土塁でガーッと囲んで、弓櫓を設置。弓櫓のところで敵を迎え撃つというのをね、ちょっと想定しています。で、弓櫓と土塁で、築き上げて、投石台が建てられるようになったらそれをトゥールハンマーと見立てて、敵をね、一斉に撃破できる手法の扱いとして使っていこうかなというふうに思っています。というわけで、しばらくね、イゼルロン要塞の建設を続けていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。